なんか君たちって仲のいい兄弟みたいだね。誰がこんなやつとよ。誰がことねえだろう。あんたと私がそんな風に思われるのなんて心外よ。子たちだってそうだよ。二人とも素直じゃないな。な、何がだよ。思ってるんでしょ。何をよ。お互いのことを大事しないとって。なあ。何がよ。何がだよ。こんなやつのこと特別なんて思わないわよ。俺だってそうだよ。本当にお前らって何よ。なんだよ。仲がいいよな。だから違うって。ありがとうございます。どうも、薬獣の大引き狼です。どっちだよ。一匹狼です。じゃあ百獣の王じゃないんじゃないの。やっぱりそうなっちゃいますか。そうなっちゃうんやねのか。残念です。何あんた、周りから百獣の王って言われたいの。はい。でも実際にはお前はお神なわけだ。はい。だとすると百獣の 王っていうにはちょっと力不足って感じがしちゃうかしらね。まあ決してお神も弱そうな動物っていうふうには思わないだけどな。うん、そうですか。そこをのどたか、この私を薬獣の王と呼んではいただけないものでしょうか。ちょっとな。全動物たちの上に君臨する王って言われたいのなら、もう少し迫力とか風格とかが欲しいかなって思っちゃうかしらね、正直なところ。そうですか、残念です。ありがとうございました。連絡課題な。辛い。何？辛い、これ。何食べてるのよ。何したら熱くなるわ。文化祭り実行委員より辛い。だから何食べてよ。辛い、すごい辛い、これ。とりあえずその辛いの食べるのやめなさいよ。辛い。何したあいつら。本当に文化祭り地公園より連絡、本日の準備辛い。分かったよ、もう。一回水かなんか飲んでちゃんと収まってから連絡しなさいよ。文化祭り事故辛いや。分かったよ、もう。何の連絡なのよこれ。すごい辛い。
何食ってだよ、だから辛い。わかったから、もうこれ辛い、このカレー辛い。なんでカレー食べたんだよ。とりあえず一回カレー食べるのやめて、ちゃんと連絡しなさいよ。これ辛い。わかったから、もう全校に投げられてるの分かっていないのか。いや、放送しながらだからちゃんと分かってるでしょ。辛いこれ。分かったから、もう。おしまいですか。Hochgekraschlich.